2006年の庭園チェルシー薬草園は、ロンドンにある薬用植物園である。1673年に設立され、イギリスではオックスフォード植物園に次いで2番目に古い植物園である。1.53ヘクタールの広さで、ロンドン中心部のケンジントンチェルシー王立区にある。1673年、薬剤師名誉協会が薬草栽培のために設立した。 加温される温室を1685年に所有し、作家ジョン・イーブリンの著作で紹介されている。1713年に、博物学者のハンス・スローンが隣接する1.62ヘクタールの再園土地を購入し、1772年に息子のチャールス・チェーンの死後、5ポンドの賃料で貸与されることになった。条件として、王立協会が50種の新種植物の記述を行う。 ことと薬草園として用いられることであった。賃料は現在もスローンの子孫に支払われている。チェルシー植物園はフィリップ・ミラーが園長を務めた18世紀半ばに黄金時代を迎え、世界で最も豊富な種を集めた植物園となった。ライデン植物園園長のパウル・ヘルマンとの間でライデン植物園と種の交換計画が結ばれ、この活動によって ジョージア植民地の綿花栽培の導入や、マダガスカル原産のマダガスカルペリウィンクルの世界的な、普及のなどの効果を生んだ。1730年、王立協会のフェローのアイザック・ランドが、目録、インデックス・プラントラム・アフィシュネイリアム、クワスアド・マテリアエメデケイ・サイオンティアム・プロモベンダム、インオート・チェルシーノを出版し、その後、エリザベス・ブラックウェールの植物画フ、 エーキュリアスハーバルにもテェルシー薬草園の植物が描かれた。薬草園で働いた博物学者にはジョセフ・バンクスやジョン・フェアバーンらがおり、フェアバーンは世界各地から集められた植物の栽培に業績を上げた。歴史的な薬草園の一部は開発に伴う菓子の工事や周辺道路の拡幅のために失われたが、ロンドンの中心部に1五ヘクタール余りの広さで、 残されている。ありがとうございます。